98.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. ActUS. Hope, いろいろ。時刻は11時を回りました。 FM 富士アクタース松見拓也です。東條由佳です。さあここからは甲府いろいろ、甲府市からの情報をお伝えします。今日はアシストエンジニアリングよっちゃばれ広場で開催される甲府女性たちで作るマルシェについてです。甲府市役所人権男女参画課女性活躍係から木下優斗さんにスタジオにお越しいただきました。木下さん、よろしくお願いします。はい、甲府市役所人権男女参画課女性活躍係の木下です。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さて、甲府女性たちで作るマルシェですが、これはいつ開催されるんでしょうか。はい、今月末のですね、10月28日金曜日から30日日曜日に甲府駅周辺にて新元寇祭りがですね開催されるんですけども、その中29日土曜日午前10時から午後4時までの間、甲府駅北口のですねアシストエンジニアリングよっちゃばれ広場にて開催させていただきます。はい、新元寇祭り開催中に行われるという甲府女性たちで作るマルシェ、はい、今回はこれ、このようなマルシェで開催することにどうしてなったんでしょう。はい、甲府女性たちで作るマルシェはですね、女性の起業へのチャレンジの場、女性が活躍できる場として開催させていただきます。女性の皆様の起業への意欲を高めるとともに、起業の夢を叶え、さらに自分の活動を広げたい女性や新たな目標に向かって努力している女性など、さまざまなスタイルで頑張っている女性の皆様を広くいろんな方々に知っていただき、その活躍を応援する機運も高めていきたいと思っております。うん、目標に向かってパワフルに頑張っている女性の姿っていうのは勇気がもらえそうですね。そうですね。ではどのようなマルシェになりそうですか。はい、今回のマルシェですね、約60店舗がご出店いただきまして、アクセサリーや小物などのですねハンドメイド品やパンや焼き菓子などの食品、占いや癒し、キッチンカー、ワークショップなどが並びます。また藤村記念館前ステージにて働く女性や大学生によるトークセッションも開催します。正午からですね第1部女性が考える本当に幸せな働き方、午後2時から第2部ですね、大学生から見た女性活躍に向けた理想の社会をテーマとして、実際の女性に優しい企業について、海外の女性活躍の現状などについて触れていきます。また会場ではですねスタンプラリーも実施しますので、ぜひお気に入りの一品を見つけに、また頑張る女性に会いに会場にお越しいただければと思います。女性が考える本当に幸せな働き方なんていうね、テーマも設けられてましたけれども、やっぱり女性って出産とか子育てとかで大きく働き方を変えなければいけない場面っていうのは来ると思うんですけれども、そういったあたりね、どんなお話になってくるのかっていうのは女性としては非常に気になりました。女性の立場で話してくれるっていうのがいいよね。そうですね。さて、今回オンラインマルシェも開催するということですけど、こちらについてもご紹介ください。はい、10月30日ですね、日曜日午後1時から11月14日月曜日午後4時までの間ですね、オンラインマルシェ専用ウェブページより、お買い物をすることができます。約30店舗がですねご出店いただきまして、場所や時間にとらわれず、家にいながらでもじっくりゆっくりお買い物をすることができます。甲府市女性活躍支援サイトなでしこプラスからオンラインマルシェ専用ウェブページへアクセスできます。ぜひ甲府なでしこプラスで検索してみてください。オンラインマルシェ会場へのご案内のほか、オンラインマルシェ出店者情報やイベントの詳細などもチェックすることができます。はい、オンラインマルシェ専用ウェブページから買い物ができるって、これだからありがたいですよね。本当にね、選ぶのもゆっくり選ぶことができますからね、はい。手元にチラシもありますけども、ジュエリー系のハンドメイドがあったりとか、さまざまバラエティ豊かなものがございますので、こちらもぜひともご覧になってみてください。甲府なでしこプラスで検索していただくと詳しい情報がチェックできるということですから、そちらぜひともご覧になってみてください。電話でのお問い合わせも受け付けてますか。はい、受け付けております。電話番号になりますが、直通で 055-225-3940 になります。
電話番号を繰り返します。 055-225-3940 甲府市役所人権男女参画課女性活躍係までお願いします。では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。今回ですね、2019年度から実施しているこのマルシェなんですけども、これまで新型コロナウイルスの影響にもよりまして、オンライン形式のみでの開催を実施しておりました。今年度はですね、イベント形式とオンライン形式のマルシェ両方の開催となります。ぜひマルシェで活躍する女性の皆さんを見ていただきまして、自分も何かやってみようと思うきっかけになっていただければと思っております。はい、リアルとオンラインのいいとこ取りで、ぜひとも楽しんでみてください。10月29日土曜日午前10時から午後4時まで、甲府駅北口アシストエンジニアリングよっちゃばれ広場で開催されます甲府女性たちで作るマルシェについて、甲府市役所人権男女参画課女性活躍係から木下優斗さんにお話を伺いました。木下さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。